吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。ここは町田市の小野寺球場です。今日は高校野球が開かれておりまして、地元の山崎高校がしておりますが、残念ながらちょっとエラーが重なりまして、府中高校に6対0という状況になっています。まだ2回の裏の攻撃です。山崎高校はこのブラスバンドの皆さんが数人来ていますが、まだ高校では授業を行っておりますので、数人が選抜されて来られているということでした。この親御さんたちも大勢来られてまして、この一塁側スタンドの前の方はそうした皆さん方が応援に駆けつけています。でなお山崎高校は和光高校と合同でチームを作っていたということで、和光高校の卒業の皆さんも応援に来ておるところであります。どうぞこの回おったどうか、残念ながら届きました。センター前に飛んだところですが、センターからつきまして、この2回の裏ワンアウトになったところです。このどうぞこの繋いでもらいたいと思います。6対0となっております。山崎高校2回の裏の攻撃です。大きな線が飛んでいきます。せっかくブラスバンドの皆さん方も来てますので、いいところを見せてもらいたいと思います。山崎高校です。今日は都立の府中高校と対戦です。今ボールがバックネットを越えてきまして、この正面のスタンドに入ってきました。ファウルボールにご注意くださいという表示が出ます。に入ったようです。見送りました。ツーアウトになってしまいました。もう一人ちょっと見て出塁をするところをぜひ見せてもらいたいところです。一塁側から大きな声援が上がってますが、なかなか好機を見出せないまま進んでおります。山崎高校です。残念ながら正面ピッチャー正面になりました。2回の裏の攻撃、山崎高校も頭で打ってもらいました。力として別に変わりがないというふうに思うんですが、山崎高校はこのエラーが続いているというところで点差が開いております。現在6対0となっております。